デムパンって、はい、なんかどういう経緯でここで販売することになったんですか？デブパンはですね、自社で北海道でやってるコッペパン専門店でして、はいはい、なかなかこういったコロナの影響下でですね、はい、デパートさんのパン祭りなどが、中止となっている状況で、はい、そんな中でじゃあ、居酒屋が再開したということで、はい、オードリーで、扱わせていただくことになりました。自社内でコラボですか？そうです、自社内でコラボしております。北海道のちなみに何ていうところにあるんですか？北海道の麻布という。麻布、はい。デブパンってどんな特徴があるというか、もう名前のまんまなんですけど、はい、デブッチョなコッペパンっていう、はい、意味合いでデブパンという形になってます。パン自体はすごく、はい、大きくてふっくらしてるので、はい、やっぱそれに負けないぐらいの、そうですね、しょっぱい系から甘い系まで、はい、北海道の方では販売してます。マヨネーズですか？はい、マヨネーズです。キャベツ、千切りキャベツ。タコライスと同じタコソース。タコソース。はい。これは店長の手作り。店長手作り。はい。北海道のデブパンも同じタコスとかザンギがあるんですか？とはまたちょっと違う。またちょっと違うんですか？はい。チリパウダー。で、隠し味で。隠し味。あ、それ言っちゃいけないやつ。言っちゃいけないやつだった。はい、これはタコスコップ。サンギタルタルはうちのオリジナルの唐揚げです。お、あ、これは鰹節に。そうです。まみれた唐揚げ。そうです。節まみれ唐揚げ。節まみれ唐揚げ。はい。最後。これオードリーの結構鉄板メニューの。そうです。鉄板です。タルタルソースですか？タルタルソースです。うわ、すげえ。でか。結構潰しながら食べてもまたもこもこになってくるんで、はいはい、食べ応えがめちゃめちゃあります。1個食べるの正直男性でもお腹パンパンになっちゃいます。いや、すいません、ありがとうございました。すいません、よろしくお願いします。いただきます。ありがとうございます。失礼します。でかっ。重量感すごいですね。うん、隠れそう。いきます。うん、うまっ。うん、この唐揚げと相性がいいっすね。うん、ちょっとね、一旦冷静になって半分に切ってきました。2個目いっちゃおう。おー、すげえ。あー、もうデブパンだこれ。すげえな。うん、すごいスパイシーないい香り。いきます。うまい。これね、半分でも相当だよ。
動画で板橋の情報を発信しています。よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。